元気もりもりです。本日の100日間連続でソーラン節チャレンジ、いろいろと楽しいことを考えてみました。思いつきませんでした。なのできついことをやろうと思います。今日はこちらのででん、僕が日々トレーニングしているこのパワープレートを使って、この上でソーラン節の中の動き、四股を踏む動き、構えの動きをこの上で9分間やり続けます。9分間ただ見てるだけでは面白くないと思いますので、適当に喋ります。しりとりでもしながら、何か別のことも言いながら、皆さん9分間応援よろしくお願いします。パワープレートのスイッチピピピピ、9分間いきます。踏ん張ります。ピッパ。さあ、この状態で9分間でございます。下半身ね、振動をしっかり感じて、あ、これ振動が起きてるんです。ちょっとまずね、パワープレートの説明すると、これ床がね、揺れてるんですよ。わーっと、ちょっとここら辺にちょっとね、その水をね、入れたペットボトル、こんな風に揺れてますね。こんな風にパワープレートというのは振動が起きて、ちょっとここに概要を書いてきますんで、いろんな方々、体のトレーニングとかリハビリ、ケア、トップアスリートから高齢者の方から子供から、いろんな方々が使ってます。ちなみに使ったことある人は分かると思いますが、結構きついですよね。ということで、さあ、パワープレート乗りながら、もうすでにやばい、きついな、よいしょ。じゃあ左手で、それではしりとり始めたいと思います。まずはパワープレートのと、茨城県の東海村、ラッパ、パンダ、ダチョウ、うですね、海坊主、ずトルビービートルズ、ず結構きてずずやべえ、ずがあんまり使えないな。いっぱいあるよね、ずっとね、ずるずるだ、ずる、ルビービール、ルきつい、ルうわールルルビービール、ルルピシア、アンコロモチ、チオコレート、トンビ、あ、きつい、あ、きつい、やばい、あーし、あー、笑っちゃう、なんだっけ、トンビ、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 え、トンビでいい、あれ、ビ、ビ、ビ、合ってる、分かんなかった、あー、まずい、四頭筋がやばくなってきた。ちょっと若干狭いんでね、これね、僕の身長からしてみる、あー、やばい、あー、あー、9分間、あと何分、だいぶね、これからね、じわじわ今汗が出てきました。やばい、喋れない、お尻が下がる、ダメだ
やばい、何分かわからない。死にそう。つくば市に今私いますので、つくば市の、私も生活も約14年間になっております。つくばに住み始めて2005年からちょっとつくば市を振り返ってみましょうね。体のこと考えてるとちょっと結構きついんで、2005年は私は入学をしました。私はまだ18歳です。で6月になって19歳になりましたけど、やばい、ちょっとごめんなさい、足上がっちゃう、当時私はアメフト部に入ってました。アメフト部に入ってて1年間頑張ってやったんですけど、やめちゃいましたやめてその後も筑波大学にいまして、ただちょっと筑波大学実はやめようと思ったこともあります。筑波大学をやめてもう一回受験し直して、北海道帰ってからもう一回受験しようかなと思ったこともあります。ただその時僕は非常に面倒くさがり屋で、マジでやばい、マジで、ごめんね、ちょっと待って、筋肉痛の状況もレポートしておきます。多分ねこれね、言い訳しますけどここちょっとね、普通の四股を踏むには実は狭いんですよ。で、僕の足の幅とかね、感覚で考えると狭くて、狭いとどうなるかっていうと、そうですね、ちゃんと僕まだね、狭いとうまく股関節使えてなくて、股関節使えてないからちょっと来て、もものここら辺、ここですね、一番膨らみのあるところですね、ももの、大体そうですね、直筋から外側広筋でここら辺でグッと踏ん張っちゃうんで、かなりここにパンパン来ております。今やばい。これもね、パワープレートってマッサージもしてくれるので、腰向いてくださいよ。ちょっとお尻が固まってきてる。ということで、くそー、9分間四股踏みチャレンジ、今度振動がないところでもですね、ちゃんと足の幅を広く使えるところでもやってみようと思います。ね、ちょっとこれだと声が揺れてますよね。
やっと分かったかな。お、小田、やべ、ちょっときつい。9分間チャレンジ失敗です。ということで本日不成功ですが、また100日間中に再チャレンジしますので、ぜひとも皆様またご覧ください。それでは本日は以上でございます。私の筑波での生活も皆さんにお届けしようと思います。こんな面白い場所があるよ、こんな美味しいお店があるよ、たくさん情報を発信していきます。ぜひともですね、これからも筑波の情報、茨城の情報、そして私もりもりの情報、ダイエットとかね、筋トレの情報もお伝えします。チャンネル登録、そして高評価、ね、このいいねボタン、これをポチッと押してください。たくさんの方にいつも見ていただき、今日もご視聴ありがとうございました。Beep, boop, boop, boop.